朝のルーティン森林浴。今日はね、ちょっと朝ごはんにね、初物、タラの芽をね、入れてみようかと。なんでね、これを収穫。ね。よし。まあね、この先端のところを取ったらね、この脇芽、これが出てくるのよね。なんで、こういう結構ね、これくらいもう細くても、先端を取っちゃって、あと脇を伸ばすと。脇を伸ばすと、まあこういうふうにね、これが先端。先端を取って、脇からこれが出て、で、今こっちがメインのね、なってるんだけども。まあ要するにこういうふうに、これを取らないでいると、どん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 これが伸びていっちゃうんでね。もう多分今これ取らなかった、これ枯れなかったら、多分こんなぐらいまでね、伸びちゃってるわけよね。だからあまり高くしない、背を伸ばさないために先端を取っていくと。これもね、もうこれ取っちゃうんだけどね。開いたらね。これもね、二つに分かれてるっていうか、もう一個、ね、二個、三個と。こういうふうにね。脇芽を伸ばしていく。だからこれも取っちゃうね。まあ、そういうふうに、まあ、タラの芽はね、大きく伸ばさないようにしていると。それから、アスパラガスをね、取っちゃわないとアスパラガスも伸びてるんでね。これね、アスパラガス細いんでね、細いのって硬いのよね、結構ね。まあ、こうやってだんだん上から来て、まあ、こうやって折ると、まあ柔らかいところでね、折れるところで折ると。まあこれはあの、なんだ、ね、名前が出てこない山菜のね、当たり前にあちこちに出てる。あれも全部そう、硬いところとか、ポキッて折れるところでね、取るというね。行者ニンニク。こっちの行者ニンニクは結構ね、1、2、3株、4株かな。出てきているんだけども、こっちの行者ニンニクは1個しか出ないんだよね。これもう弱ってきているのかな。ちょっと場所がね、暗すぎたっていうかね、日が当たらないところすぎたかもしれないね。これ、菜花。わらびだ、わらび。わらびを取るような感じね。わらびが思い出せない。こんなところに毒ダミが出てきちゃったな、おい。向こうからだんだんとね、毒ダミがね、広がってくるのよね、どうしてもね。あと、まあ、種っていうか、あれは、綿毛だったっけ、どうだったっけ。まあ、あれもね、それでも広がるからね。裏庭に行ってみようか、久しぶりにね。こっちもね、裏庭、まあ今、期待してるのがね、この、蜜葉ね。蜜葉がバーッとまあね、増えてきてるんでね。これあれなのかな、鬼タビラコなのかな。こんなにね、背が伸びるっていうのは、まあこれ日陰だから伸びてるのかな。コウオニタビラコってここら辺ぐらいに花が咲くと思うんだけど、まあ、よくわかんない。鬼タビラコはもう本当に珍しいというようなね、数が減ってるみたいだからね。といったところで、今日はね、アスパラガスとタラの芽の収穫。あっちの奥の方のタラの芽はどうなってんだろうな。
こっちはまだ広がってないな。結構なんかピチッと冷えてるけどね、今日は暖かくなるという天気予報なんでね、雨上がり、まだねテーブルは乾いてなくてね、今日の庭の味は初室のねアスパラガスとタラの芽といったところでね、今日も庭が気持ちいい。